今日第一声は都政のシンボルである東京都の第一本庁舎の前で第一声を上げさせていただきました。私が訴える緊急な課題の第一は、コロナ感染症から都民の命や健康を守る医療体制の充実と、自粛や休業要請に伴う補償を徹底するということであります。先ほどから触れられているように、東京都の公衆衛生感染症対策は極めて不十分でありました。保健所の数を東京都は大幅に減らしてきております。最大時に71箇所あった保健所が現在は31箇所になっております。23区では53箇所あった保健所が今や23箇所です。半分以下に減らされてるんです。ご承知の通り、当初 PCR 検査は保健所を通じて帰国者接触者外来につないでいく、そして検査を受ける、こういうようなルートが確立しておりました。保健所に PCR 検査の問い合わせが殺到しました。保健所が減らされている、人員も減らされている、保健所はパンク状態になりました。このことが東京都で PCR 検査数が伸びなかった大きな要因の一つとなっております。安倍さんは、日本の医療は世界一の水準だと、世界一という言葉をよく乱発しますけど、実際は非常に貧しい医療体制ではなかったかと思います。コロナウイルス感染症の第2や第3波に備えるためには、このような医療体制を徹底的に充実させる、そして当然のことながら自粛や休業に伴う補償は徹底して行う必要があります。